よいしょ、よいしょ。これをこうして。おや、おはようございます、主様。申し訳ございません、起こしてしまいましたか。今朝取ったばかりの新鮮な果実を絞って主様のためにお飲み物を作っている最中でした。少々物音がうるさかったでしょうか。香りの高いものや硬い皮の中に水分を多く含んだものなど、いくつもの種類の果実を混ぜて作るものです。今は栄養がたくさん含まれている柔らかい皮をすっておりました。細かく下ごしらえをしませんと喉に詰まらせることもございます。主様にそのような苦しい思いをさせたくありませんから、丁寧に丁寧に絞っていたのです。あと少しで終わりますから、もうしばらくお待ちくださいまし。えいやと、ふう、これくらいで十分でしょうか。あとはよーくかき混ぜて、はい、完成いたしました。コッコロ特製里のフルーツジュースでございます。さあどうぞゆっくりと召し上がってくださいまし。お口に合ったようで私も大変嬉しく思います。そんな笑顔で感想を言っていただけて。おや、主様の歯に果物の皮が挟まっておいでです。細かくすりつぶしたせいでしょうか。主様、その素敵な笑顔を私に向けたままにしてくださいまし。私の小指を用事代わりにして皮をお取りいたしますね。ツンツン、はい、これで取れました。主様、ますます素敵な笑顔になりましたね。私には登ってきたばかりの太陽のように映っております。はい、儀式は無事に成功したのですが、その実感を得るためにも里にいる間は袖を通していようと思ったのです。この装束を身にまとっていると不思議と背筋が伸びると申しますか、一層気が引き締まる思いがいたします。それに主様がこうして私の故郷にお越しになったのですから、この里の代表として丁重にお迎えしなければとも思っております。ですから、もしよろしければ今日は私にこの里の案内をさせてくださいませんか。普段私たちが暮らしているランドソルや冒険してきた数々の危険な場所に比べれば特段珍しいものもない土地で、主様には少々退屈かもしれません。ですが、せっかくの機会なので私の生まれ育った故郷を主様には見ていただきたいのです。この度は主様に多大なるご迷惑をおかけしてしまいましたので、そのお詫びも兼ねて、いかがでしょうか。ありがとうございます、私にお任せくださいまし。こちらは山からの湧き水を引いている小川でございます。生活に必要な水はすべてこの小川で賄っております。先ほど召し上がっていただいた果物や野菜などもこの水で育てているのですよ。澄み切った清らかな水は作物をみずみずしく成長させるのです。それに里の子供たちの格好の遊び場でもあります。幼い頃は私もよくこの小川で水遊びをしておりました。夏の暑い日などに足を浸すとひんやりと冷たく、とても心地が良いのです。このように主様と二人で里を歩くことができるとは思いもよりませんでした。里の案内を申し出たのは私の方でしたが、
まるで自分の幼い頃の思い出をあるがまま覗き見されているようで、なんだか少々気恥ずかしい思いがいたします。ですが、いつかはこのように主様と一緒に里帰りをしてみたいと思っていたのもまた事実ではございますが、私はまだ心の準備というものが。こう、では次の場所に向かうといたしましょう。ここは里の中心にある広場でございます。里に住んでいた頃はここでよく年の近い子供たちと遊んだり、大人から精霊の使役の特訓を受けたりしていました。特に決まった約束をすることもなく、皆自然とここに集まり、楽しい会話に花を咲かせたものです。目をつぶると、そんな光景がまるで昨日の出来事のようにまぶたの裏に。あ、こっから姉ちゃん。わあ、やっぱここに来てたんだね。探してたんだよ。おお、二人ともお元気でしたか。うん。主様、こちらは里に暮らしていた頃によく遊んでいた幼い精霊使いの同胞でございます。主様、この人があの主様なの。こっころお姉ちゃんが言ってた大切な人なんだね。はい、その通りでございます。あ、いえ、大切な人というのはそのような意味ではなくて、あくまで私のお役目にとっての重要なお方という。どうしたの？顔赤いよ。もしかしてまだ具合でも悪いとか？あ、主様まで。これはそのたまたま赤くなっただけで、体調は万全でございます。心配なさらないでくださいまし。二人ともとっても仲良しなんだね。ねえ、こっころお姉ちゃん、私もいつか大切な人に出会えるかな。おや、急にどうしたんですか。ほら、私たちってこっころお姉ちゃんみたいにアメス様の声は聞けないし、親だって普通のエルフでしょ。お役目をもらったこっころお姉ちゃんのことを羨ましいって今まで思ったことはなかったんだけど、でも私もアメス様の声を聞けるようになって、主様みたいな大切な人と出会ってみたいなって。ふむ、それでしたらきっと、いえ、必ず巡り会えると私は思いますよ。本当？ええ、確かに私が主様と巡り会うことができたのはアメス様のお告げがあったからです。出会ったばかりの頃は私は従者としてただお役目を果たすために主様に接しておりました。しかし主様と過ごす月日の中で、それ以上の思いが芽生えました。おそばにいなければならない責任感からではなく、自分にとってかけがえのないお方になりました。そう、本当に大切な人にそんな気持ちの変化が起こるなど、アメス様のお告げがあった時には想像もしていませんでした。ですから今は特別な力など持っていなくても、きっかけがどんなものだとしても、思いもよらないような素敵な出会いはいつか風が運んでくるでしょう。どんな人であれ、共に時間を過ごし思い出を重ねることで真なる思いが芽生えていく、そう私は感じております。
私にはちょっと難しい話だったけど、こっころお姉ちゃんの気持ちは伝わってきたよ。いつか心で理解できる日がきっと訪れますよ。そういえば先ほど私を探してたとおっしゃっていましたが、他に何か用事があったのではないですか？そうだった！また昔みたいに稽古してほしくて探してたの！ね、いいでしょ？さあさあ、強くなった姉ちゃんに教えてもらいたくてこの広場に来たんだよ。きっとここに来てるだろうなって思ってさ。ええ、もちろんでございます。また昔のように風と戯れるといたしましょう。風の精霊よ、舞い踊ってくださいまし。ふわふわと綿毛のように楽しそうにしておりますね。やはりこの里の風は格別のようでございますね。精霊さん、お願い！僕だって負けないよ。おいで、精霊さん。おお、これは。しばらく見ない間に精霊と対話するのが随分上手になりましたね。私が教えることはもう何もないほど、あなたたちは立派な精霊使いでございますよ。おやおや、懐かしい光景だね。コッコロちゃんに教えてもらってんのかい？コッコロちゃんが里を出る前は、ここで日が暮れるまでみんなで精霊さんと遊んだもんだね。皆様、お久しぶりでございます。主様、こちらは私が幼き頃に読み書きを教えてくださったり、料理を学ばせていただいた里の方々です。皆私の親代わりといっても差し支えないでしょう。共に多くの時間を過ごしました。はい、その通りでございます。この里はランドソルに比べると見どころが少ないなどと先ほど申し上げましたが、それは誤りでした。ここに住む人の温かさが一番の自慢であり、人と人とが触れ合うこの営みが私の好きな故郷の風景でございます。昔から変わらないこの風景を、この度主様にも知っていただけたことを私は大変嬉しく思います。ここが私が生まれた土地、私は温かい心に育てられたコッコロでございます。主様、個人的にどうしても行きたい場所が一つありました。幼き頃よく一人で修行をしていた場所でございます。初心に帰りたいと思い、よければお付き合いしていただきたいのです。木々が生い茂る山間で、山頂から風が吹き下ろすマナの通り道になっている場所でございます。まだ精霊の刺激が今ほど上手ではなかった頃、その周囲のマナの力を借りて修行に励んでおりました。里の結界から出るため魔物との遭遇もありえます。十分にご注意なさってくださいまし。確かこの辺りだったはずでございますが、おや、こんにちは。こんなところに人がいるとは珍しいですね。あなたお一人ですか？あ、待ってくださいまし。一人でいては危険でございます。
あなた、里の方でございますね。確か、以前に何度か見かけたことがあります。どうして私を見て逃げ出されたのでしょう。それに、こんなところで一体何をなさっているのですか？それは、あなたが。私が？あなたが尊敬している人だからです、コッコロさん。それで緊張してしまって思わず。なんと。あなたみたいに僕も里から出て行きたくて、ここで修行をしていました。コッコロさんが里に伝えてくれる王都の暮らしや冒険の話を知って、ずっと憧れていたんです。新しい話を聞くたびに、その思いが大きくなっていって、こんな退屈な里での暮らしはもう飽き飽きなんです。だから僕もコッコロさんみたいになりたくて、それで一日でも早く里から出られるようにここで修行を。私も里を出る前はここでよく修行に励んでおりましたが、しかし見たところあなたはまだ精霊との契約を結べていないご様子。まずは精霊使いの大人から手ほどきを受けるのがよろしいかと。このことは両親には内緒にしてるんです。あなたみたいに重要なお役目を担っているわけでもないから、憧れだけで里を出ることを許してくれるとは思えなくて。それでどうして精霊と契約する必要があるんだって聞かれたらどう答えていいか。だから見よう見まねでこうやって。あのコッコロさんは僕とそんなに年齢も違わないのに、どうしていろんな冒険をしたり、あの儀式も成功させられたんですか？ふむ、その答えは私が里のことをいついかなる時も大切に思っているからではないかと。え？あなたのおっしゃる通り、私はお役目を与えられて王都に旅立ちました。しかしその果たすべき責任を負ったのは生まれ育ったこの里でございます。里から遠く離れた王都で暮らす中でも故郷の存在を忘れたことはありません。お役目を果たす場所王都、そしてお役目を負った場所故郷、私はいつも二つの土地に属している気持ちで過ごしております。自分の始まりとなった故郷があるからこそ、負った責任の大きさを常に意識し、力へと変えることができました。それがコッコロさんの強さの秘訣？僕にはなんだかよくわかりません。確かに私のお土産話はこの里で暮らすあなたには魅力的に思えるかもしれません。それに憧れて旅立ちたいという気持ちは十分に理解できます。私もあなたの立場でしたら同じように憧れの気持ちを抱いていたでしょう。ですが、だからといって生まれ育った故郷を捨てて無理に出ようとする必要はございません。今はこの里でしっかりと生活し、ここでの責任や役割を担うべきだと思います。負うべき責任が大きいほどその存在が力になるのですから。里のことをそんな風に思っていたんですね。お土産物はいつも魅力的だから、てっきり里での暮らしを忘れてしまっていたとばかり。私たちの話し声に引き寄せられて現れたようですね。あの魔物、最近里の周りによく出るっていうやつです。精霊使いの大人が数人がかりでやっと追い返せるかどうかってくらい凶暴です。そのせいで行商の回数も減らしていて。うん、ならばなおさらここで討伐しなければなりませんね。
いくらコッコロさんでも一人じゃ無理です。里の結界の中に戻りましょう。私は今この瞬間二つの責任を担っております。こんな時に責任の話なんていいですよ。いいから逃げましょう。こんな時だからこそでございます。ここで里の同胞であるあなたを守る責任と、これからの里の安全を守る責任の2つでございます。ですから里のエルフとして一歩も引くわけにはいかないのです。責任を負うことがどのように力になり得るかをお見せいたしましょう。そんなこと言われたって。参りましょう主様。高き風の精霊よ、悪しき者払う刃を放て。玉水の絆風。すごい、あの魔物をたった一撃で。これが進化した精霊の力。いいえ、精霊は力を貸してくれただけに過ぎません。私の責任を果たそうとする思いの強さに呼応してくれたのです。そして主様も同様に私の思いにお力を。思いの強さが力に。この後帰ったら両親と話してみます。許してくれるかわからないけど、里の外に本気で憧れてるって伝えます。憧れを持った責任としてそうしなきゃいけないって、コッコロさんを見て思いました。ええ、その調子でございます。応援しておりますよ。ありがとうございます。それでは。高き風の精霊よ、幼き者の旅路に祝福の加護を与えよ。取れたばかりの貴重な薬草だ。帰り道で怪我をした時に役に立つだろう。持っていきなさい。これはこれは貴重なものを感謝いたします。ランドソルまでの道のりは長いんだし、薬草なんて途中にいくらでも生えてるわよ。それに怪我しなければいいだけの話じゃない。それより、大事なのは食事よ。何でも大食いの仲間がいるんですってね。保存食もたっくさん用意してあるから、馬車に積めるだけ積んでね。ありがとうございます。ペコリーヌ様もきっとお喜びになるかと思います。コッコロお姉ちゃん、さっき取った果物も持ってって。私が種から育てたんだよ。おー、大切にいただきますね。ありがとうございます。これも持っていきなさい。はい、これコッコロちゃんのために編んだ帽子よ。はい、私一人で里帰りした際にも相当な量を持たされるのですが、今回は主様たちも一緒でございますから、里の皆様の気合の入りようがいつもと違うようです。普段私がお世話をさせていただいている主様の前で子供同然に扱われ、世話を焼かれている姿を見られてしまうとは、主様の従者としては少々ムズがよく感じます。精霊の進化の儀式を成功させたとはいえ、私は里の中では年少の部類でございます。幼き頃からお世話をしてくださった周りの大人たちからは未だに子供や孫同然のように思われておりますので、これでも様々な経験をして自分では成長したつもりでしたが、実年齢からすると
まだまだ大人扱いはしてもらえないのですね。はい、その通りだと思います。手厚いもてなしは心配の裏返しということでしょうか。でしたら皆様に心から安心して送り出していただけるよう、この壮行会のお礼も兼ねて成長した姿をご覧に入れてみせましょう。心強いお言葉ありがとうございます。主様が見守ってくださるなら私も安心でございます。皆様少々よろしいでしょうか。何かしら。今日は私のためにこのような会を催していただき誠にありがとうございます。私から皆様へ心ばかりのお礼をさせていただければと思います。安心して送り出していただけるように誠心誠意感謝のご加護をかけさせていただきます。どうか最後まで見守っていてくださいまし。高き風の精霊よ、優しき恵みの息吹で同胞たちの頬を撫でよ。これが進化した精霊か。立派に。コッコロちゃんは本当に立派になったわね。皆様喜んでおいでで何よりでございます。おや、見慣れぬ精霊がやってきましたね。この幼き小さな精霊は私が召喚したものではありませんが、はて、あの子はもしやあれから。ふむ、ならば彼の承継の対象としてこのお役目をきっちりと全うしませんと。彼にかけた言葉を裏切ってはなりませんからね。ペコリーヌ様、キャル様、共に暮らし共に困難を乗り越え共に数多の喜びを分かち合った家族の絆、トゥインクルウィッシュの皆様、私のために危険を顧みず駆けつけてくださった勇敢さと優しさを持つきらめきの絆、そして何よりもかけがえのない大切な私の主様、今再びこうしてあなたのおそばにいられる幸せを心の奥底から感じております。この里から体一つで旅立ち遠く離れたランドソルの地で、私は自分の居場所を皆様との絆の中に見つけることができました。そしてこの身のすべてを捧げても構わないと思える仲間がいたからこそ、私は強く優しく成長することができました。そんな皆様と紡いだ絆、それこそが私にとっての一番の加護でございます。その加護で得た力でこの故郷に恩返しをいたします。高き風の精霊よ、巡り巡る絆の風でこの里を包み込みたまえ。つい昨日まで指をしゃぶってたと思ってたのに、いつの間にかこんなに立派になって。王都で一人前に成長したんだな。私たちが心配することはもう何もないかも。だって大切な仲間がいるものね。ええ、あなたが主様ならコッコロちゃんの将来は安泰ね。これからもコッコロちゃんのことをどうぞよろしくお願いします。先ほどの精霊はあなたが召喚したものでございますね。あ、はい。あの後両親に思ってることを全部話したんです。そしたらどうしてだかわからないんですけど、
今なら精霊さんが答えてくれるんじゃないかって気がしたんです。それで試してみたら本当に精霊さんと契約ができたんです。僕の思いに力を貸してくれたんです。きっとあなたの心の風向きが変わったからでしょう。精霊の姿は普段見ることができません。ですがいつもそばで私たちを見守っております。だから一人で黙々と修行するあなたの努力もきっとその精霊はずっと前から知っていたのでしょう。そうなんですね。まだまだ思ったようには使役できないけど、コッコロさんの旅立ちにご加護をおかけしたいと思ったんです。それがこんな僕でも今この里のエルフとしてできるお役目だと思ったんです。そのお役目は見事果たすことができましたね。あなたの温かい励ましの気持ちはしっかりと私の心に届いておりましたよ。よかった。いつかコッコロさんに追いつけるようにもっともっと頑張ります。そして僕たちの故郷やこの先に待っている仲間のために力を使えるようになりたいです。あなたならきっと大丈夫でございます。ねえコッコロちゃん、こっちにおいで。もっとランドソルのお話を聞かせてちょうだい。主様も待っとるぞ。この老いぼれも胸躍るような冒険の話を聞かせておくれ。ええ、もちろんでございます。あれは確か美食殿の皆様とマルジェン海岸と呼ばれる海に行った時のことでした。主様、お忘れ物はございませんか？ランドソルまでは距離がありますから、ここに置いて帰ってしまっては一大事でございます。昨晩主様がぐっすりとお休みになられている間に、勝手ながら持ち物の確認表を作成いたしました。どうぞこちらを使ってカバンの中にお荷物が全て入っているかご確認くださいまし。おや、主様、その光は。あー疲れたー、ファミレス寄ってこー。いいね、パフェ食べたい。あなた様、突然の訪問をお許しくださいまし。実は折り入って相談に乗っていただきたく、こうして校門の前でお待ちしておりました。笑わずにどうか真剣に聞いてくださいまし。相談というのは、その友達作りについてでございます。小学5年生になったというのにこんな悩みを持つのは大変に恥ずかしい限りなのですが、打ち明けられるのは私にはあなた様しかおらず、あなた様もご存知の通り、私は父と研究所にこもって生活しております。そのせいか、今人気のある芸能人や流行っている物事にも疎く、これといって共通した話題もありません。ましてやこんなすっとんきょうな言葉遣いでございますから。そのため同じ年の頃のクラスメートとの距離を勝手に感じており、接し方や会話に混ざるきっかけをつかめずにおります。父と比肩する存在になるため、この世の中を広く知るためには多少無理をしてでもクラスメートの輪の中に飛び込むべきなのか。しかしそれは自分を偽ることになるのではないか。
しても二の足を踏んでしまいます。偽って無理をして気づいた関係は果たして真の友情だと言えるのでしょうか。どうかこの私にアドバイスをいただけないでしょうか。こういう関係のお拾い方のご意見を聞かせてほしいのです。あなた様、どちらへ向かわれるのですか。ここは、先ほどの答えがここにあるとおっしゃるのですか。はい。ええ、主様と出会った時のことは昨日のことのように記憶しております。私が駅前で帰り道が分からず困っていたところを主様に助けていただきました。まさかあのような場面で私の主様と巡り合うなどとは全く予想しておりませんでした。ということは今無理をして周りに合わせなくてもよいと。確かにその通りでございますね。私が知っている世界は小学校と動物園がほとんどでございます。きっとこの町に住む人口の何千何万倍もの人々がこの世の中には住んでおります。ならばこんな私でも受け入れてくれる方もどこかにいて、まるで運命の糸に手繰り寄せられるように出会い、言葉を交わし気持ちを伝え合い、交友を深められるようなまだ見ぬ友も、つまり今は関わりのない人とでもふとしたきっかけで巡り合い心を交わすことができるとおっしゃるのですね。主様とのように私は主様にはいつも助けられてばかりですね。私が人生で道に迷っている時には先を歩く主様がしるべとなって進むべき道を照らしてくださいます。きっとこれからもそうなのかもしれません。ですが主様に追いつけるよう私は精進いたします。そして私がこれから出会うであろうまだ見ぬ友のためにも、いつか主様たちがもし道に迷われた際には私がしるべとなって導くことができるように。申し訳ございません、少々出過ぎた発言でしたでしょうか。はい、主様に期待されると責任感とともに力が湧いてきますね。私はもっともっと成長したいと思います。これからもよろしくお願いいたします、主様。見ての通り、あっちのコッコロタンはまだあんた以外との関わり合いはないの。何事もなかったらきっとあんたが他の子とつなげたでしょうけど、残念ながらそうはならなかったの。あんたたち4人があっちで巡り合うのはきっともう少し先の未来。そう、目指すべきハッピーエンドのその先ね。あっちでもコッコロタンがかけがえのない仲間との絆を紡げるように頑張ってちょうだい。あんたにしかできないことなんだから頼むわね。まさかこの場所で主様と共に
アメス様の託宣を授かるとは。しかし、これも何かの吉兆の現れなのかもしれませんね。あ、いえ、大したことではないのですが、里帰りでこれほど長い間とどまったのは、今回が初めてかもしれない。と、いつもでしたら、一刻も早く、主様のもとに帰りたいという気持ちと、懐かしいこの里に、許されるなら、もう少しだけとどまりたい。という、二つの気持ちを感じるのです。ですが、なぜだかこの度は、晴れやかな気持ちで、里の同胞と、しばし別れの挨拶をできる気がいたします。それはきっと主様やペコリーヌ様たち、私の大切な仲間と一緒だからなのかもしれません。私は主様たちと出会えたことに心からの幸せを感じております。そして願わくば主様たちとのかけがえのない幸せな瞬間を未来永劫を重ねて。はい、確認表にも漏れはありませんね。旅支度お疲れ様でございました。では先に里の出口に向かってくださいますか。私は忘れ物がないか改めて最後の確認と、あともう一つだけやることがございますので。お待たせいたしました、主様。いえ、忘れたわけではなく、ここに残しておこうかと、あの装束をしるべとすることで、私の一部が故郷にあり続けます。そうすれば、この里の存在が、これからも私に力を与えてくれる。そんな気がするのです。その力を、主様や大切な仲間のために奮いたいのです。皆様のサポートをするのが私の務めですから、私は主様とつないだ手をもう二度と離しません。なぜなら、ご本、改めまして、私は偉大なるアメス様によって派遣されたガイド役、名前はコッコロと申します。主様をお守りし、おはようからお休みまで、ゆりかごから棺桶まで、誠心誠意お世話をするのが私の役目でございます。ですから、これからも紡ぎましょう、私たちの物語を。